どうも皆さん、歴史トラベルです。本日は栃木県の戦国時代について取り上げたいと思います。はい、まずはこの地域の戦国時代の始まりから見てみましょう。現在の栃木県にあたる下野の国は、宇都宮市や小山市など関東八館と言われた伝統的な領主が支配する地域でした。この頃の関東を統治していた鎌倉府では、鎌倉公方足利氏と関東管領上杉氏が対立し、京徳の乱が勃発しますが、後に古賀に本拠を移す重氏にとって大きな支持基盤となったのが、その下野の大名たちだったのです。ではそれぞれの大名の動きを見てみましょう。下野の守護を務めていた小山氏は、重氏方として祇園城を拠点に下野南部で勢力を張っていました。ところが一族の小山常陸介助が上杉方に転じるなど、徐々に内部対立が噴出し、さらに幕府からの再三の呼びかけに悩んだ挙句、当主持政も上杉方に転じてしまいます。しかし持政の後を継いだ重長は再び重氏方に服属したことで、これ以降は古学坊と密接な関係を築いていくのです。続いては小山氏と同じく守護を歴任していた下野中部の宇都宮氏です。当主の友綱は重氏に味方していましたが、突如上杉方に転じて小山氏と激突します。一方でその嫡子秋綱は重氏に応じたため、宇都宮氏は内部分裂し、やがて重氏方に本拠宇都宮城を包囲されてしまいます。この結果友綱は没落し、秋綱は宇都宮氏を統一しますが、なんとその3年後わずか21歳にして急死してしまいます。その後を継いだ正綱は将軍足利義政の再三の働きかけに応じて上杉方に転じますが、重氏軍の反撃を受けて結局小山氏と同様に再び重氏に服属します。そしてその嫡男重綱の代になると、京徳の乱を乗り越えて家臣団の統制に成功し、勢力を大きく拡大していくのです。最後に下野北部の那須氏です。宗家の上那須氏と諸家の下那須氏に分裂していた那須氏では、下那須氏の望助が一貫して重氏方であったのに対し、上那須氏の秋助は上杉方に転じてしまいます。結局両者は和睦しますが、望助が重氏方として多大な貢献を果たしたことで、下那須氏が上那須氏を凌駕するように勢力を拡大していくのです。以上見たように重氏と上杉氏の戦いに左右されつつ、内部抗争に明け暮れていた下野の領主たちですが、基本的には古学坊の支持勢力として重氏の動員に応じていました。しかし京徳の乱が終結し、鎌倉公方を頂点としたかつての東国統治体制が崩壊していく中で、徐々に戦国大名への歩みを進めていくのです。ところが今度は古学坊内部で抗争が勃発します。重氏の後を継いだ正氏とその嫡男高本が対立し、下野や日立の大名を巻き込み、各地で合戦を展開したのです。序盤は正氏が戦線を優位に進め、高本は妻の実家である宇都宮氏の下で抵抗を試みますが、一旦和睦を余儀なくされ古賀に戻ります。一方で宇都宮氏と対立する小山氏は正氏を支持しており、両者が再び対峙し、高本が優位を占めると、今度は正氏が小山への移転を余儀なくされたのです。ついに古賀城に帰還し、古学坊の座を継承した高本に対して正氏方も負けじと反撃し、下野で立て続けに宇都宮氏と激突します。しかしいずれの戦いも正氏方の大敗で終わり、さらに小山氏までもが高本方に転じると、打つ手なしの正氏はついに武蔵へ没落し、古学坊は高本の元に統一されたのです。一方で下野の大名たちの内乱はさらにエスカレートしていきます。まずは那須氏ですが、上那須氏で内部抗争が勃発すると、なんとそれに便乗して下那須氏があっという間に上那須氏を滅ぼし、那須氏の統一を実現します。ところが正助の代になると嫡子高助と対立し、宇都宮氏ら周辺の大名を巻き込んで再び内紛に突入してしまったのです。戦況は高助優位に進み、正助の指揮をもって完全に実権を握りますが、畠氏から養子を迎えたことで今度は大田原氏ら重臣の反発を招いてしまいます。そして大田原氏は高助の弟にあたる助谷を擁立すると、あっという間に高助を殺害してしまいます。この結果那須氏は助谷のもとに一本化され、内乱の克服に成功したのです。続いて小山氏では、政中の後継者をめぐってその養子である
小四郎と高友が衝突します。小学坊の内乱と連動しつつ、両者は小山、小賀で合戦を展開しますが、実家の結城氏のサポートを得た高友が勝利し、内乱を克服した小山氏は結城氏と協調しつつ勢力拡大を目指していくのです。最後に宇都宮氏ですが、重臣羽賀氏と対立していた重綱は羽賀高勝を自害に追い込むと、重綱の後を継いだ忠綱は一族の沖綱を羽賀氏に送り込むことで家中の統制を図ります。ところが沖綱は宇都宮氏への復讐を図る高勝の弟羽賀高常と協調してクーデターを起こし、忠綱を追放して自らが宇都宮宗家の当主となってしまうのです。しかしその沖綱も長続きせず、なんと高常に殺害されてしまい、新たな当主として沖綱の子俊綱が擁立されます。ところが今度は俊綱と高常が対立し、小山氏に支援を求めた高常に対して俊綱は佐竹氏と結んで各地で合戦を展開します。やがて俊綱が戦線を優位に進めると、ついに高常を殺害し、益子市出身の高貞に羽賀氏を継がせたことで、ようやく羽賀氏との対立を克服したのです。こうして徐々に内乱を乗り越え、戦国大名化を図る下野の勢力ですが、今度は隣接する領主間で本格的に争う段階に突入します。宇都宮氏は長らく小山氏と抗争を展開していましたが、同時に下野北部に活路を見出すべく那須氏とも対立するようになります。そして総止坂で那須高助と激突しますが、なんとこの決戦で俊綱が戦死してしまいます。するとこの混乱に乗じて、かつて俊綱が殺害した羽賀高常の子高照が蜂起し、俊綱の嫡子広綱を追放すると、さらに宇都宮氏からの独立を図る三部氏によって宇都宮城は占拠されてしまったのです。広綱は真岡城への退去を余儀なくされ危機に陥りますが、高貞のサポートのもと高照の殺害に成功すると、最終的には佐竹義明の援助を得て三部氏から宇都宮城を取り戻します。しかし立て続けの内乱に暴殺された結果、宇都宮氏は衰退の一途をたどり、徐々に同盟国の佐竹氏の干渉を受けるようになります。またこの頃になると下野西南部では、もともと宇都宮氏に属していた皆川氏が新興勢力の小田原北条氏の傘下に組み込まれつつありました。自身の甥にあたる義氏を小学坊に擁立した北条氏康はその権威を利用して三部氏の軍事動員にも成功しており、さらに佐竹氏と交戦中の那須氏を支援するなど、下野の政情にも介入するようになっていたのです。ここで大きなターニングポイントとなったのが長尾景虎の関東侵攻です。北条氏の圧迫を受ける関東諸勢力の要請に応えて神津家に進軍した景虎は、瞬く間に北条氏の本拠小田原城を包囲します。そこには小山秀綱や佐野正綱など下野の大名も多く集結しており、北条氏と上杉氏の関東の覇権をかけた戦いがいよいよ幕開けしたのです。謙信が越後へ帰国すると、早速北条氏は反撃に出て佐野氏、小山氏を立て続けに謙信から離反させますが、一方で負けじと謙信も繰り返し関東へ進軍します。祇園城を攻撃し、わずか 2,3 日で小山氏を屈服させると、怒涛の勢いで唐沢山城を包囲し、佐野、正綱も降伏させます。こうして唐沢山城は神津家の沼田、真矢橋と並ぶ関東進出時の最重要拠点として上杉氏の管轄下となったのです。また北条方の那須氏も佐竹氏の攻勢を受けて窮地に陥っており、下野の戦線は徐々に上杉佐竹勢優位に進みつつありました。しかし謙信が下総碓氷城の戦いで大敗を喫すると、流れは急変します。謙信の威信が大きく揺らいだことで、小山氏、宇都宮氏が北条氏に人質を提出したように、関東各地の武将が一挙に謙信から離反したのです。そして北条氏は上杉方にとどめを刺すべく、唐沢山城からの退去を余儀なくされていた佐野、正綱と連携し唐沢山城への攻撃を開始します。すかさず謙信も関東へ進軍し、なんとか唐沢山城を制圧しますが、正綱の影響力を思い知らされた謙信は城の維持を断念して正綱に返還し撤収してしまいます。もはや謙信の関東における勢力は縮小傾向にあり、関東への進軍すらままならなくなっていたのです。ところがここで事態を一変させる大事件が起きます。北条氏と武田氏の同盟が破綻したことで、一転して北条氏と謙信が和睦を結んだのです。この結果佐竹氏は
謙信との断交を決意し、宇都宮市、小山市もそれに同調します。上杉氏への不信感を募らせる北関東の大名は、佐竹氏を中心に徐々に独自の連合勢力を形成し、後に上杉氏に代わって北条氏の対抗馬に躍り出るのです。一方で武田氏の攻勢に対抗すべく、早速北条氏は謙信に援軍を要請します。ところが謙信は佐野氏の唐沢山城攻撃に向かってしまい、謙信のサポートを得られない北条氏は武田氏に対して終始劣勢を強いられたのです。越後同盟の効果は完全に期待外れに終わり、堪忍袋の尾が切れた北条氏政はすかさず武田氏との再同盟を決断します。この結果、北条氏と上杉氏は手切れになり、再び両者の抗争が再開されたのです。一方でこの頃になると下野の状況も大きく変化します。那須氏が北条氏から離反して佐竹氏と和睦すると、逆に皆川氏、三部氏が北条氏に従属してきたのです。早速北条氏は三部氏を支援すべく下野に進軍しますが、宇都宮氏、佐竹氏は見事にこれを撃退します。やがて謙信との盟約を復活させた佐竹氏はさらに攻勢を強めて、三部義武の叔父金武を北条方から離反させると、宇都宮氏と協調しつつ三部義武、皆川博勝への圧力を強めていきます。一方で謙信との抗争を優位に進めていた北条氏も徐々に主戦場を下野に移行させると、小山氏を没落させ、以後祇園城は北条氏の下野、日立方面の進出拠点として機能しつつ、佐竹氏との激戦地と化していくのです。小山氏の没落を受けて再び関東へ進軍する謙信でしたが、成果を上げることはできず、もはや謙信に味方する勢力もほとんど残っていませんでした。これが最後の関東侵攻となった謙信はその2年後病で亡くなり、ついに上杉氏と北条氏の熾烈な戦いは終焉を遂げたのです。そして謙信の死を受けて、佐竹氏ら北関東の連合勢力はいよいよ北条氏との全面対決の時を迎えます。佐竹氏、宇都宮氏が再び二部城に猛攻を仕掛けると、すかさず北条氏も出陣し、ついに両者は日立小川台で対陣します。この時那須氏も含めて北関東の反北条勢力はほぼ全て結集しており、北条氏に全く見劣りしない戦力を要して合戦に臨んでいました。結局戦況は膠着状態となり、両者は撤退しますが、俗に東方の州と呼ばれる北関東の連合勢力は自力で北条氏に対抗できることを見事に証明し、ここに謙信に代わる新たな大勢力が完成したのです。一方でこの頃になると畿内の織田信長が関東の政情に介入するようになります。祇園城が小山氏に返還されたように、北条氏の勢力は信長によって抑えられ、宇都宮氏や皆川氏が出資を申し出たように、反北条勢力も信長との関係構築に勤しむようになります。この結果、関東は信長の下で新たな秩序が生み出され、ついに平穏を取り戻しつつあったのです。ところがここで事態は大きく動きます。なんと本能寺の変によって信長が急死し、織田氏の重圧から解放された北条氏が再び北関東への軍事行動を開始したのです。さらに徳川家康と同盟を結び、皇子の憂いを断つと、いよいよ下野へ本格的に進軍し、北条氏から離反していた皆川氏、三部氏を降伏寸前に追い込みます。しかし東方の州もここで食い下がるわけにはいきません。北条徳川同盟に対抗して家康と対立していた羽柴秀吉との連携を開始したのです。そして北条氏が唐沢山城の佐野氏攻撃に動くと、東方の州も祇園城攻撃を経て佐野方面に進み、沼尻でついに両者が対峙します。まさに一大決戦に備える両者は大軍を動員して沼の両側に陣城を構え、長期間にわたり睨め合いを続けたのです。しかしどちらも決め手を書き、北条氏が要衝岩船山を攻め取ったものの、結局戦況は膠着化し、約100日間の退陣を経てついに講和が成立します。こうして沼尻の合戦は引き分けに終わりますが、両者の抗争はここで終わるわけにはいきませんでした。三部氏が再び北条氏に下ったことでピンチに追い込まれた宇都宮氏は、佐竹氏と協調して必要に鹿沼城、三部城への攻撃を繰り返し、北条方に激しく抵抗します。しかし負けじと北条氏も三部氏を支援すべく、一気に宇都宮まで進軍し、城下をことごとく焼き払いますが、宇都宮氏も簡単には諦めません。この時すでに妖怪剣豪の竹城に本拠を移しており、
後の戦いでは北条氏の攻撃を見事に撃退するなど、まさに一進一退の攻防を繰り広げたのです。しかし結局宇都宮氏は三部氏を攻略できず、北条氏の進撃を食い止めるので精一杯となると、下野の戦況は徐々に北条氏優位に進みます。さらに北条氏は手を緩めず、三部氏支援の障害となっていた下野西南部の国衆に対しても攻勢を強めていきます。足利長尾氏、皆川氏を屈服させると、いよいよ本格的に佐野氏攻略に動いたのです。早速足利長尾氏に北西面から唐沢山城へ圧力をかけさせると、負けじと佐野宗綱も反撃し、足利長尾氏の領内へ向けて進攻します。ところがここでなんと合戦の最中に宗綱が戦死してしまったのです。当初失った唐沢山城の籠城数はついに降伏し、北条氏一族の氏忠が家督を継いだことで、佐野氏は実質的に北条氏に乗っ取られてしまいます。いよいよ宇都宮市を除いて下野の大部分が北条氏に占領され、那須氏も引き続き北条氏寄りの姿勢であったことから、北関東の反北条勢力はまさに危機的状況に追い込まれたのです。しかし北条氏の快進撃もここまででした。畿内の豊臣秀吉の圧力を受けると、一旦は秀吉への従属を決意しながら、結局両者の関係は破綻し、全面対決が不可避となってしまいます。そしてついに秀吉が大軍を引き連れて関東へ進軍し、あっという間に小田原城を包囲すると、足利城、唐沢山城も豊臣軍別動隊によって攻略されてしまいます。そしてこの日を待ち望んでいたかのごとく、宇都宮氏佐竹氏は祇園城、三部城を怒涛の勢いで攻め落とし、ついに小田原の秀吉に敗越したのです。打つ手なしの北条氏は約3ヶ月の籠城を経て降伏を決断し、この結果北条方の小山氏、そして那須氏は所領を没収されてしまいます。さらに丘陵安堵された宇都宮氏までも7年後に突如改易の浮き目に遭い、皆川氏を除いて下野を長らく支配してきた大名は無情にも没落を余儀なくされます。こうして下野は関東に領地界となった徳川氏の支配下となり、やがて江戸時代を迎えるのです。